はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回ドラゴンクエストライバルズ実況を始めていくんですけども、前の環境でですね、非常に猛威を振るっていたユカアリーナは今現在戦えるのかという、ことをですね、ちょっとランクマッチ潜って確かめてみたいなと思います。はい。で、第4弾のカードパックが採用されているのがブラッドレディ2枚とオルゴデミーラ1枚ですね。まあこれは強いですよ、ユカアリーナに採用してもね。はい、なので採用しております。で、無鉄砲2枚も積んでるし、キメラ2枚積んでますし、結構ね、もうアカリルスでガンガン滑らしまくって眉の打点をね、爆発させていこうという構築になってます。うん、やっぱり今の環境って爆発させないとどうしてもね、厳しいことがあるので、こういう構築になっちゃいました。はい。でもまあこれでも結構戦えるのかなと思います。はい。で、やっぱりね、今の環境、ドラゴンミニアとか、ユカククールとか、OTK ゼシカとか、まあ、その辺に隠れてしまってるだけで、実際ユカアリーナは別に全然戦えるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。うん。なのでそれをちょっと今回確かめていこうかなと思います。はい。まあ、変えるとしても、まあ除去札がちょっと多いですよね。タイガークロー2枚、聖剣好き2枚、回し蹴り2枚。うん。で、闘魂打ちじゃなくてタイガークローなんでやっていうのは、やっぱり今スタッツの暴力が結構ひどくて、ユカアリーナにしても、ユカじゃないわ、ユカククールにしてもドラゴンミニアにしても非常にステータスが高いユニットが並ぶんですよね。なので闘魂打ちの2点だとちょっと取りづらい。なのでタイガークローを採用してます。で、 OTK ゼシカに絶対入ってる団子スライムも、一撃でほふれるんで、これは採用しどくなのかなと思ってます。はい。まあ、瞑想もね、どっか変えて組み込んであげても強いのかなっては思いますね。はい。それではこちらでランクマッチ回っていくんですけど、よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。お相手ゼシカですね。まあ、今流行りの、やつかな。これね、団子スライムに対してタイガークローちょっと使いたいんで、ちょっと残していこうか。あ、悪くない、いいっすよ、いい感じ。まあ格闘パンサー展開するか。エンド精神統一も美味しい。さあさあ、テンションアップ。グレンは打たへんよね。はい、オッケーです。東の兵隊、まあまずは精神統一。ほい、ほら、エンド。いや、動き的には素晴らしいよ、いい感じ。容赦しないわよ。さあ2ターン目の動き、笑い袋。グレンは打つか。グレンは打つよね、さすがにここに打つよな。いや、打たへん可能性もあるけどな。あ、そっちそっちなんや。まあ死の奴隷はまだいいから、ちょっとパーツを揃えに行くか。うん、テンションアップで、これフェイスエンド。エンドで、さあカード引きに行きたいですね。テンションスキルでドローしに行きましょう。さあ団子スライム、これにタイガークローをしっかりと打ちたかった。まあ2枚あるからね、ちょっとあれやけど。さあパフパフ捨てて、あと1枚は団子スライム。へえ、まあ嬉しいな。さてと、まあとりあえずはテンション回していきましょうか。で、まあダイガークローはほぼ確実なんで打っていくか。マユナイス、ナイスマユ。はい、で殴ったね。回し蹴りエンド。無鉄砲2枚積んでますから、もう火力は十分出ると思うんですよね。さあ笑い袋、笑いすぎ。暴走魔法は嫌やな。あー、使うんや。あー、残念、そこか、つらいな。
まあこれ死の奴隷を配置してと、はい、よっと、でテンションアップ、まあもう全力でマユリーサル狙いに行くか、相手の陣地にかけても美味しいっちゃ美味しいんだよな。回し切り持ってるからね、2枚あれば十分しよう。うん、相手の陣地にかけていこう。でフェイス、はい、でこいつ取っちゃうと、こいつをまあこの辺でぶつけられて、ぶつけられてっていうか、この上に何だっけ、マジシャンいるでしょ、マジシャンあいつ乗っけられるのちょっと嫌やから、まあ意をここで使ってくれるなら嬉しいっすよ。であれでしょ、どうせマジシャンでしょ。ああやっぱりね、これが嫌やったからね。さあ頑張ろう。赤リリス、赤リリス、赤リリスか、赤リリス無鉄砲いくか、赤リリス無鉄砲、赤リリス無鉄砲で4点でいくか。そうしようか、赤リリス、ヘイ、よいしょ、はい、無鉄砲でベビーマジシャンをずらしていく。よし、オッケー、つるーんと、いいね、悪くないな。じゃあこうするか、フェイスエンド、ドローはさせないよ。オッケー、いやらしいでしょう、いやらしいやろう、いやらしいやろう。さあどうする、まあベビーパンサーとか使ってクロックチャージ、恐ろしい、怖いな、どうしようかな。9ターン眉まで持つか、これ持たなそうやな。エンド、キメラ嬉しいけど、キメラつるん、もうちょっと数で勝負しに行くか、こいつらで殴り切っていく勢いでちょっと展開しましょう。はい、えい、15点、あと2ターン持たへんよな、多分クロックチャージ打ってきたもんな。パフパフ、悲しい、うおー怖いな。恐ろしいね、おい。これも着々とリーサルを狙ってますね。25点削られんのか、やまびこはあるでしょうね。苦しい、苦しいよ。あー回るな、結構すごい回るな。わあデミーラ、デミーラ打ちて、打ちてえけど無理だ。いやこれリーサル取られんのか。さあ魔法陣の上にはいない、イオ、うん、イオってことはリーサルないよな、ってことはマイユで終わりじゃね。メラ、いやこれリーサルないな、グレン、グレンの炎で43、ほんで、いやパフパフ捨てたんちょっと痛かったんじゃない。オッケー、やった、まあ、運も味方したって感じかな。ヘイマユ対戦ありがとうございました。強すぎ、不足はない。まあ今環境ね、戦っていける OTK ゼシカに勝てたのは良かったんじゃないか。はい、対戦ありがとうございました。さあやってきましたよ、ミニアですね。多分ドラゴンミニアやと思うんやけど、いい、眉残しとこ、眉残します、強気の眉残し。ちょっと1コス密集してるから眉残しても動けるでしょう。パチパチ、アグロちゃうやんな、まさか。さあ
まあこれはハリセンモグラからいきましょうか。はい、運命は一つ。さあキラーグス、うん、じゃあこれはまずはテンションを回して、で塔の兵隊でまあねかけてフェイス詰めようか。はい、よいしょ、エンド。さあさあ私のターンです。さあどうするかな。まあこれで塔の兵隊にぶつかってくれればハリセンモグラで処理できるね。さあバルンバ、あーうざいなうぜえな、超うぜえ、超つえー、マジでバルンバ超つえー。ブラッドレディが高校なので働いていく。お、強い。あー、ストレートパンチ打てない。かあ。いやー、でもまあ、ブラッドレディで、これ落としとくか。落として、エンドでいっかな。はい。エンドで。ターン終了。高校の強み、ブラッドレディ。このデッキは、ブラッドレディ2枚と、オルゴデミイラが、診断のカードなんで、まあ、ちょっとは強化されてるでしょう。さあルンバルンバからどうする。回し蹴りとかあればコドラとかがね前列に配置されて仁王立ちついても、まあ、いくらかは戦えると思うんですけど、何せ引いてないもんで、飛び蹴りもないもんでね。銀太郎引いて、いやもともと引いとったなこれ。さあどうする。牛、牛は速攻か。うん、なるほど。テンションアップ。まあこれストレートパンチプラスブラッドレディで処理できるんで全然構わないですね。さてと、おお回し切り引いていく。とりあえず格闘パンサーでカード引きに行きたいね。ストパンか。聖剣好きとか絶対いるんで絶対いるんでね、もう大量展開されたらもう和ややから。エンド。はい、これでジャガーメージも踏まないんでつむじ風も入ってないでしょう。よっぽど変態デッキじゃない限り入ってないと思うんでね。まあ無鉄砲あるから飛び蹴りが欲しいよな。さすがにひたすらに飛び蹴りが欲しい。よっしゃー、さすがに前列には置かないですよね。さあタイガークロー、タイガークロープラス角パンで落とせるんで、これはテンション回していくか。ほい、味わわしてあげる。アカリリス飛び蹴りを引け。おい飛び蹴りを引かんかい。意味ないじゃないか、アカリリス引っ張ってきたからって。タイガークロー、ストパンで取るか。ちょっと盤面ユニット展開できないんで、ここはちょっとね、まあ2-1です、ですけど盤面のユニットを大事にしていきましょう。運命は一つ、運命は一つ。まあ無鉄砲をうまいことを使ってマイを爆発させたい今日この頃。引かしていく。切り裂きピエロは強い、嬉しい、すごい嬉しい。いいぞいいぞ、特技2枚引けるんで飛び蹴り1枚ぐらい引いてくれるやろ引いてくれるやろ、大丈夫でしょう、信用してるぜマジで。頼むぜマジで頼むで。しかし無鉄砲2枚目、まあ、切り裂きピエロ大丈夫やね、あふれへんね。おい飛び蹴りドアナイスー、これはでかい。
これは爆発するね。無鉄砲もあるし。じゃあこれ処理しようか。はい、エンド。よし、これは風が吹いてきた。何にしようかしら。で、前列に仁王立ち張られても回し蹴り聖剣好きがあるんで、これはこれはこれはもうそろそろですよ。マイユさん、もうあなたが爆発するのも時間の問題よ。あー、でもタロシャ打ちたいユニット出しちゃったな。しゃあないな。これアカリリス飛び蹴り飛び蹴り無鉄砲無鉄砲とかでもいいかもしれないね。リザードフライ、リザードフライ、ワオ、What the fuck。 え、タロシャ撃つだけ、魔術師なし、めっちゃ嬉しい、ありがたい。まあ、ここはもうぶっ破します。嬉しい。えい、せい、はいはいはい。で、あと1回飛び切り撃ってと。ほい、はい。で、これで無鉄砲撃てばいいんかな。ああ、ざまあ見やがれドラゴンミニア。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ゆかアリーナでランクマッチ潜ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、最後の試合はさすがに勝てると思うんですよね、あれだけ動いてれば。だってアガリリス飛び蹴り飛び蹴り無鉄砲までいければ、マイユの打点は、まあ、軽く15点ぐらいは超えてくるのかなっていう感じなんで、もっと超えるか、まあ、20点近くはなると思うんで、さすがにあれは勝ってましたよね、あのまま続いてても。うん、で、1試合目のジンゼシカも、まあ、OTK タイプですよね、クロックチャージ型の。うん、まあ、相手がね、まだ使い慣れてないっていうところもあると思うんですけど、それでもね、やっぱりしっかりと相手の陣地に、床を張ってあげて、まあ、回し切りとか聖剣突きとかでしっかり前列に来たユニットを倒していけば全然戦える相手なのかなと。うん、で、まあ戦い方にしてもやっぱり絶対に9ターン目マイユで決めきれるぐらいの勢いで回していかないと厳しそうですよね。うん、のんびりしてるとパフパフされてクロックチャージされてヤマビコされてメラゾーマメラゾーマメラゾーマとかね、簡単にされちゃうと思うんで、そこはね、全力投球ですよ。で、ユカククールとの対戦は、やっぱりね、無鉄砲を撃つタイミングまで、まあ、ひたすらに耐えていかないと思う、ダメだと思うんですよね。うん。まあ、基本的に相手のユカの陣地に、張れるユカっていうのは、現実的に、スピリットリンク1枚と天竺1枚ぐらいだと思うんですよ。だから、6面あったうちの3面ぐらいだと思うんで、まあ、無鉄砲でしっかりとかき乱して、先にも後ろに床を配置して、まあ、回し蹴りとか聖剣突きとかで取れるように立ち回っていけば、まあまあそれでも結構戦えるのかなと個人的には思っています。はい、それではですね、こちら、まあ、診断がブラッドレディ2枚とオルゴデミーラ1枚だけなんですけども、それでもこの3枚加えただけで非常にね安定感が増したんじゃないかなと思うので、よろしければフリーマッチランクマッチで使ってみてください。それではよろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。ツイッターのリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。